こんにちはデモクラシータイムス沖縄ウリズン通信5月号をお届けいたします、えー、三宅さんが映ることを期待されていた方申し訳ありませんちょっと仕事の都合で今日抜けてしまいましたので私が代わりに司会進行させていただきますよろしくお願いします、えー、そして今日はいつも通りですけど本山さんに来てもらって、はい、さあよろしくお願いしますそれから実はここに座ってらっしゃる特別ゲストとして 布施友人さんいらしていただきました今日は盛りだくさんいろいろお話伺おうと思っていますそれからいつもの沖縄タイムスのてるやさん、はい、よろしくお願いしますそしてデモクラシータイムスの鈴木さんはいよろしくはい。ということで、えー、5月というと5月15日が復帰の日ということなんですけれどもまあちょっとだんだん薄くなったかな印象がっていう残念な気持ちもいたしますだけど 今日のの番組を見てていいただいて沖縄の現実はね、えー、一番はまずこのやんばるの森あそこの北部訓練場でなんと米軍だけではなくオランダ軍も一緒に訓練をしていたという話がニュースで流れましたのでこれを中心に取り上げていきたいと思います。これ照屋さんこれな何でこのことが発覚したんですか これあのご覧になっていただいている動画が、えー、アメリカ海兵隊のサイトに載っている動画なんですけれども、うん、そこで公開されてたということでそれで気づいたというところもあるんですけれども短所、えーまあ、となったのが鳥類研究家の宮城秋野さん秋の隊員でおなじみの方がいつも、ね、北部で研究されていらっしゃるんですがあの アメリカ海兵隊と違った軍服を着ている兵士がいるということで、うんはい、気づいて調べたところこうだったこの動画に行き着いたということで、うん、気づいたということであの3月10日からですね2週間このジャングルコースであのオランダ軍が訓練したという模様をこうやって公開していると、うん、でこなります。うん、こういうのってしょっちゅうあることなんですか他国の軍隊の人。他国の軍隊僕は、えー、2016年にイギリスが うん、海兵隊がっていう話を聞いたことあるんですけどその稀に見ることだとだ思ってます、まあ、布施さんの方がんこういうことはなんて言ったら、まあ、私たちこんと日米安保条約地位協定があるからなんか米軍基地内は米軍が好きにやるんだよってこういうふうに言われちゃってるわけですけどもこれはこういうことは他国の軍隊と一緒にやるってことは普通なんですか でまずはあの、その、米軍基地ややりたい放題って現実はあります。うん、つまり、日米地位協定3条で、うん、いわゆる米軍基地の管理権っていうのは、米軍が排他的管理権を持つ。つまり、日本政府はそこに手を出せないっていう状態があって、うん、まあこれ自体が問題なんですね。うん、で、ただ、その、米軍に基地を提供してるっていうのは、 あの日米安保条約という条約を日本とアメリカが結んでいて、うん、それはまあ安保条約の第六条にあの日本の防衛であったり極東の安全の平和のために中留、えー、を認めますよという目的があって提供しているもんなんですよね。うん、だからそこで許されるのは基本的に米軍の活動であって、うん、米軍ではない第三国がそこを利用するっていうのは想定をしていない。うんうん、しかも今回問題なのは日本政府が知らないうちにですね、<え>勝手にアメリカがまあ言ってみれば。<laughs> あ要はオランダ兵がそこに訓練に参加することをアメリカが認めて、うんえー、そこにオランダが参加してたっていう点で二重三重に、まあ、主権国家として問題のある、うん、あのことだったんじゃないかなというふうに思いますね、はい、さっきテレアさんがね前にそのイギリス軍の人がいたこともあるっていう話なんだけどはい、はい、その時はどうしたんですか えっとまあ、その時もですねあのま,まずこれ実はすごい歴史の長い問題であのあの実は1955、うんえー、年ですね昭和30年当時、仙台の米軍基地があってそこであの当時国府軍で呼んでましたけれども、うん、台湾軍の兵士が1か月ぐらい訓練に参加してたっていうことが発覚をして、ええ、すごい大きなな問題になったんですよそれは大きい問題ですよね。そうなんですよ <laughs> で、当時日本政府は、それが新聞に報道されて、うん、まあ国会で取り上げられてですね、あの問題だと。で、うん、なぜ問題だったかっていうと、その台湾軍の兵士は、まあ、よく米軍っていうのは地位協定があるので、米軍基地に入ってきちゃえばそのまま入国手続きなしにそう、ゲートから出てきますよね。ただ、それが許されるのは米兵だけなんですよ。うん、他の国の軍隊の兵士っていうのは入るときに当然入国手続きをして入るわけです。はいええ、で、当時その台湾軍の兵士は、その入国目的、 あの入国する時の目的としてその米国基地ををを視察すすするるとと見学をすると入っているわけですよ、うんうん、しかし実際には訓練に1ヶ月ぐらい参加してたということでこれはもう問題じゃないかって話になって、うん、当時日本政府はそれをやめろってことを米アメリカに対してきちっと言ったんですよ。 誰ですかそれ当時は重、えー、光外務大臣でしたかね<ー>はいでその後じゃあ結果的にその、えー、っとイギリスの海兵隊の話も含めてまた問題になって、うん、でさらにあの1980年代に、うん、あの沖縄の嘉手納基地に、うん、あの空軍のいわゆるその訓練に、うん、韓国軍の兵士が参加してるってこともあったんですよね、うん、でその時も問題になったんですけれども、うん、当時何て言ったかっていうと,、うん、えっとこれはあの訓練に参加したんじゃなくて親善目的だったと でどういう中身だったかというとあの米軍の戦闘機に早くその爆弾をつけたりミサイルを装着する速さを競い合うような、うん、そういう訓練だったんですんでもこれはもう親善目的だから問題がないみたいにして大連動会みたいな問題ああそうそうまさにおっしゃる通り <laughs>、うん、で今回もこれ日本政府の公式見解として米軍以外の第三国の軍が米軍基地内であるいは米軍の演習場内で訓練をするのはダメだって言ってるんですよ これは政府の見解です、うん、そういうことを日米安保条約地域協定は想定をしてないのでただ今回もやはりこれは訓練に参加したんじゃなくてあくまでも視察ですと言って問題ありませんと言っちゃったんですよねだからもうあの1955年の段階では問題ですやめてくださいって言ったんですよ当時は。そうだね、今は問題ですとも言わずに、うん、これは訓練じゃなくて視察ですからっていうふうになっちゃって結局米軍のそういう問題になる行為を ついにしてしまうようなことになってしまっていて、うん、これ本当に大きな問題だなとそうです、ね、じゃあ例えば今台湾軍の兵士がそ<う>、ね、日本政府を知らないうちに米、うん、あの北米市場内で米軍が訓練したってことが問題になったら、うん、それこそ中国との間でもうものすごい問題になっちゃうわけですから、うんそ,ね、そういう意味でもやっぱ日本政府をしっかり知らない了承もしてないの、ね、にアメリカが排他的管理権があるからといって、うん、やりたい放題 第三国の兵士もそこに呼び込んで訓練に参加させるってことは絶対にあってはならないことだと思います、うんうん。どうですかね、こうさんどう、うん、こういうのあの特にね今回はその北部訓練場キャンバルですよね、うん、そこでやってるっていうのはこれはあのやっぱりジャングル戦の目的ですよね訓練がね、うん、でこれ基本的にはあの中国とフィリピンが揉めた時で、うん、フィリピンは 要するにジャングルが多いからそういうところでの訓練をやっとかないといけないというような米軍の,その目的らしいんですよと思う、とだからそうなると今度はそのいずれフィリピン軍もここに参加するみたいな話に発展していくんじゃないかってちょっと僕はそういう危惧も思っているんですがそういう可能性もありますし。 あとは、かつて実際にこの北部訓練場で、例えばドイツ軍とか、うん、あとイスラエル軍も訓練させるっていうような話が持ち上がったことがあるんですよね。うん、で、そういうことがあると、今イスラエル軍が今ガザでやってることとか、うん、そ,れそういうことに日本が肩らをしてしまう。この日本の土地を日本人が知らないうちに使わせてしまってるってことになったら、うんうん 本当にこの日本の、まあ、平和国家だって言ってますけれども、うん、そういうのが問われてしまうということなのでだから日本自身がその国際政治の中でどういう立ち位置を選択するかっていうことと関係なく、はい、国際社会からは見られる状態になってくるってことですよね。いや<な>結構大きな問題なんですけどそれほど大きく報道されていないのはなぜなんでしょうかね。そここがが一,一番思うところがあって、うん これ国際日本の国際的な立場にも関わってくるような、うん、その台湾との関係であったり、うん、あるいはイスラエルとの関係であったりか可能性のある問題を日本っていう国の問題にもかかわらず、うん、これについて報じてるのがあの沖縄のメデいまだ,、ねうん、だに、うん、あ僕は見てないかもしれないですけどほとんどんテレビ見ないんで僕が知る限りですよ、うん、日本のこの全国紙であったり、うん、その全国のテレビ局であったりっていうのが。 これをニュースとして取り上げたら、見たことないんですよ。なるほどあ。あります。うん。ないですね。うん、これなぜなのかと。そうですね。単なる沖縄の、ち、地方ニュースだっていうふうに思ってるのかとし。うん、もしそうだとしたら、もう根本的に認識が。おかしいというか。うん、そうですよね。はい、まあ。どうなのかしら。た、だって、北部訓練場って、あれ。 アメリカは国外に持っている唯一のジャングル戦の訓練ができるっていういわば東南アジアのどこかで何かがあった時に、まあ、そういう訓練ができるほぼ唯一の場所ですよねそこへなんか全世界からいろんな軍隊が来てそれがみんな親善目的で運動会をやっていますと言って先ほどの映像じゃないですけどまあ明らかにこうジャングルの中でやるようなことをやってるって。 を誰も知らないんですか。世界的には誰も知らない。ここがこういう使われ方をするってこと。まあそうですね。まあ報道しなきゃわかんないよね。お子さんどうなの？だってえっと本当にスゲミツさんなんて言ったら、うん、私たちから見たら、うん、終戦終戦直後の人ね <laughs> <う>みたいな感じじゃない敗戦国、うん、バリバリ敗戦国何言われてもっていうような状態の時でも。 やっぱりそういうことを言う人がいるのに、はいうん、なぜ今でき照屋、うん、さんこれ今日本政府の反応ってのはどうなんですか日本政府あ一応訓練ではなく視察目的だった <laughs> ということを答えてるだけで <laughs>、うん、だから藤井さんおっしゃってたみたいにブラックボックスなんでね気づかなかったわけなんですよね。本当に気づかなかなったのそそう聞いてたけど知らなかったふりしてるってことはないんですか 当初こちらの取材沖縄防衛局もわからなかったと言ってますんで、うん、把握してなかったっていうことが大きいと思います。めちゃめちゃバカにされているような気が、ね。そうですね。怒らなきゃいけないところなんですけど。モテムさんどうですか。うん、そうですね。これってまだこの後に国会でのそういう質疑みたいなのってのはないですかね。聞いてないですよね。ね、うん。確かにこれはぜひ国会でも取り上げて論議してほしいと思いますし、うん、まあなんか。 国連軍が使える基地とかだったら、うん、まあ国連軍地位協定とかであの、まあ、あのより今認められるっていうのがあるかもしれないですけど、ね、北部訓練場はそうじゃない基地なので、うん、ちょっとなん、うん、メディアも含めて、まあなんかね、主権が脅かされているというか中国とか北朝鮮に対してはものすごく厳しく <laughs> 報道するのになんかオランダ軍だったら OK みたいな。ここはダダブルスタンダード なんじゃないかなというかどこに日本が線引きしてしっかり物を言うのかというところが本当に問われているんじゃないかなと思いますね,ね、うん、れじゃあこれあのオランダ軍が公開したんですかじゃなくてアメリカ軍アメリカ軍が公開したと、はいうん、ってことはアメリカ軍は全然問題だと認識してない、うん、あでもしょっちゅうそういうことはあるよ、うんうん、X とかそういうのに海兵隊じゃないですけど在日米軍とかこうね ここら辺で活動している米軍が挙げてるものがえこれいいのってことは前も何かあったような気がしますよねでもこんなものを平気で公開しちゃうってすごいよねれだからおそらく本当に氷山の一角でたまたまこれ表に出てきて秋野さんがこれを実際に目撃をしてそれを SNS で発信したから問題になったってことで。 たくさんあると思います。というのは、うんあのー、世界中にアメリカは米軍基地を持ってるわけですよ。うん、で、その、例えばドイツの米軍基地、韓国の米軍基地からカ手ナ基地に移動、うん、する飛行機に、米兵以外のそこの国だったり、うんあの、アメリカの同盟国の兵隊が一緒に来て入ってしまえば、うん、それはもうある種、日本側が確認できない。一応法律上は 米兵以外は日本国の,あの基地の中に入管の出張所があるんですよね。うん、でその入管で、その、米兵以外についてはちゃんと入国手続きするってことに一応なってはいるけれども、100%チェックできるわけじゃないので、うん。それは自分で出頭しないといけないわけね。<laughs> あのいわゆる空港みたいに、全員そこを通過しないと日本に入れませんじゃない、はいえー、わけだから。そこで手続きしたとしても、うん、そこからさらにまたその北部訓練場にアメリカの車両で移動していって、うん、その演習場の中で何をするかっていうのは、うん わからないわけですよ。なるほど。で、日本政府もそれをつかむ、つかめない、つかもうと思っても、うん、基地の管理権っていうのは、アメリカが持ってるので、うん、日本政府が立ち入ることもできないわけですよ。あの、アメリカ軍の許可がなければ。これがそもそも、本当に主権国家として責任持てないでしょうということだと思うんですね。そう,うん、そうなんですよね。はい、そうさっきちょっと、本山さん、ほら、国連軍の話したじゃないですか。はい、で、布施さん、ほら、はい、日本にある米軍基地の中には、 あの正常期とともにそれは日米地位協定だけじゃなくて国連軍との間の,その中流を認める地位協定のようなものがあって、うんはい、その範囲はその例えばフランスの,、はい、あの軍人さんが来て司令官で来てたりしてますよね。あれとの関係はどうなるんですか えっと、その確かに私一つ最初にあの日本に駐留が認められているのは日米安保条約に基づいて米軍だけだと言いましてもう一つあるんですよねおっしゃる国連軍地位協定っていうのを朝鮮戦争の時の朝鮮国連軍の3か国に対して、うん、個別に日本は結んでまして、うん、今も、まあ、在日米軍基地のうち7つの基地、うん、あの横田基地には在日米軍司令部もありますけど同時に朝鮮国連軍の 広報司令部もあって、うん、他にそれも含めて全国7つの基地に関しては、うん、朝鮮国連軍に対して施設の利用を認めてるんですね。うん、ただ、その日本がその地域協定を結んでる朝鮮国連軍地域協定を結んでる国 っていうのは、えー、全部で12カ国あるんですけれども、うん、そこにオランダは入ってないんですよなるほど。そもそも。うんうん、で、同時にその7つの施設の中に国部訓練所も入ってない。あ<ー>で、かつ、うんうん、じゃあその7つの施設はその、そこに入ってる国だったら自由に使えるのがそうではなくて、それもちゃんと目的があって使用を認めてるんですね。なるほど。で、それはどういう目的かというと、あのー、朝鮮国連軍の 朝鮮における国際連合の軍隊に対して十分な兵艦上の援助を与えるために必要な最小限度に限るもの、うん、という目的の中で使用するってことなんでん全然それと関係のないものに使うとかそうか兵艦だったら訓練は入んないね本来は実戦訓練とかですねうそういうものは本来入っていないなでもそれをチェックするすべがないわけですうそこがもうあの違い方形の場所になっちゃってるんで,で確かに確かに。いやー だけどこれはきちんとコントロールしておかないと日本自体が危ないいですすよね本本当にそうだと思います、うん、日本政府の知らないうちにそういった例えば先ほど例を出しまして、うん、台湾軍の兵士が訓練してましたとか、うん、イスラエル軍の兵士が今訓練してましたっていうと、うん、これは本当に、あのー、地位協定三条があって我々死りませんでしたなんてことは世界が通用しないわけですよ恥ずかしいいじゃななでですすかか、うん、独立国なんですかと、うんうん 言われますね。言われるわけですよ。あの、プーチンが昔ね、あの、北方領土講師をやってたときに、<laughs> うん、結局、その、北方領土を返してもね、そこに米軍基地は作んないって安倍首相が当時言ったけれども、そんなのてになんないと。うん、お宅の国はもう条約上そういうふうになっちゃってるだろうと。うん、あの、ある時の首相が口約束で言ったって、我々そんな信用できないんだって言ったじゃないですか。うんうん、いました、ね。そういうふうに言われちゃうわけですよ。主権がないんじゃないかとか。うんうん そそれれもいいいい加減これ変えななきゃいけないし、うん、そうかまあでも皆さんどうでしょうねこの問題はその中身が結構深いことはあのなんか感じていただけたと思いますけどその前にこういう問題が生じてんだよっていうことをどれだけ伝えられるかっていうところに問題がありそうでどうしたらいいのうん、うんなんか、はい 繰繰り返し繰り返返ししししここでで言うしかないんょまあだから結局はその例えば沖縄タイムズっていうのは朝日新聞と一応協定っていうかありますよね協力関係が。そしたらやっぱり沖縄タイムズから朝日新聞に対してこれやってよっていう風には。 言えないもんですかね。まあそうですね。民主権が。違う。もちろんそうなんだけど。さただ、やっぱね、もっと取り上げてほしいっていうのは、あの、知ってる記者も多いんで。よく話はするんですけれども。ちょっとかけ離れてるもんね。あの。沖縄のその。まあ、西。統制から全国紙の、その。熱の。入れ方みたいな。こんだけ違うってのは、やっぱりちょっと問題だよね。でも、これだけ全国に、その、民間空港、民間公安も含め。 で、整備して、まあ、自衛隊がいざとなったら使えるようにということは一体化した米軍が使えるように。ってことイコールだと思うんですけど、全国の沖縄化が進んできてるじゃないですか。もうちょっとピンと来てないと。なんか、なんかかっこいい兵隊さんが来ているよとかって。いうふうなものではま、まないでしょ、うん、今のうちに、皆様、あの、これ問題だっていうことをぜひね。 あの周囲の方にも言っていただきたいなと思います。すねはい、というので、えー、っと次ですがご存知でしょうかあの例のアメリカの駐日エマニュエル大使がですね、えー、17日からあ沖縄のを訪問するしかも訪問先が石垣島与那国島であるという報道がされています。 えー、悪いじゃないかって軽く思われるかもしれませんがこれ結構大きな問題だと思います。テちょっと中身を説明していただけますすかそうですね、えー、と発端があのアメリカ軍が沖縄県に空港の使用申請を出したということが分かって、うん、で沖縄県は5月17日に来てもいいよという許可を出す方針だというのがニュースであったんですけど、うん、その中身がやっぱりアメリカの大使が来るということで,、うん、あので何しに来るんだ。 というところでまあ石垣はね去年の3月に陸上自衛隊もできました基地もできましたんで、うん、その視察と,、えー、と多分首長に会うんじゃないかと説明、うん、あの日米の合同訓練もしょっちゅうやってますんであちらではそういった理解を求めに行くんじゃないのかっていう話になってます。うん、これが、えっと、ののの報道の時には、えー、例えば日本の、ね、とかそういういやつで 石垣空港に行きますと、でそこで、えー、石垣市の市長さんに会いますとか、自衛隊を表敬訪問しますとかっていう話ではなくて、えー、と米軍機で石垣空港に行きたい、うん、それから、えー、とヨナグ空港に降りたいということだったんです。それで結構大きなニュースになって、うんえー、皆さんあのど,どういったんですか、民間空港に 軍用機が着陸するって、そうあのそうそうオッケーっていう問題じゃないですよね。うん、そもそも軍民共用の空港であれば別ですけど、そうでなければ、うんうん、これはどういう背景がある？地元としてはどう？そうですね。私自身も、まあ、先月あれですよね発表をして、いよいよ1717 17日に行くということで。うんうん 何、まあ、ていうのかなあの、まあ、こう今の,この自衛隊と米軍との一体化っていうところと本当に同じことをや、まあ、対中日大使もやっていく、まあ、それを後押しするための布石を打つっていうことなのかなっていうふうに思ってるのでものすごく、まあ、やっぱり、えー、そこがじゃ標的になるんじゃないかっていう意味では不安だなというふうに思ってますね。 そうですねこれあの政府の方で出している今後、まあ、整備する候補になっている民間の空港民,民間の港のい一部なんですけども政府の方としてはその新石垣空港石垣港それから与那国空港与那国新港はあの整備をしていつでもいざとなったらあの自衛隊が使えます。イコール ももちろんん米軍も使いますすといいうふうにしようとしよている候補地なんですただあの空港とか港湾とかって管理者がいろいろでその地方の市町村が管理してるっていうより県が管理しているところもが多いわけですよね。そうすると石垣空港とか与那国空港はそこに軍用機が降りるということになると県知事が「うん」と言わないといけないってことですか 一応拒なぜですかあの日米地域協定のこれま地域協定ができるんですけど5条で地域協定自体がその先ほど米軍基地内は管理権があるっていう,うに書いてあるんです実は米軍基地ないだけではなくて、うん、その <laughs> <防>近傍近傍自体もその米軍基地にちゃんと出入りがスムーズにできるようにその近傍でも日本政府と合意すればですね 必要な措置が取れるとこの、うん、代表的な例が横田区域ですよ首都圏にある横田基地であったり厚木基地であったりところに米軍機がスムーズに出入りできるように1都6県の広大なエリアをいまだに米軍は完成形になってるっていうそういう前提があった上で五条で何て書いてあるかっていうと。 空港ににアメリカ、うん、無料でそこ,にそこに入るる権利っってていうのを与えちゃってるんですね、うん、なのであのこれは米軍基地自衛隊基地関わらず民間の空港港湾だけじゃなくて、うん、ちゃんと整備されてないあの非開港っていって開港されてない、うん、あの海岸のところを含めて、うん、米軍はいつでもそこを使える権利っていうのを日本は与えちゃってるんですよ。ということで言うと実は日本に。 純となると有事の際にそれはどういうことになるかっていうと日本が交戦国になった場合に、うん、日本だったりアメリカがどっかの国の戦争になって在日米軍を使った場合にどこを相手が攻撃日本の港全ての港空港を攻撃してもそれはこれは軍事施設だろうと言われても仕方がない,ない、うん。要するに民間施設を攻撃するなんてっていう非難が私たちはできないってことですね。な,なるほど そうすると何はっきり言って海岸線を全部明け渡したようなもんなんですか日本は。まあ言っても,らうもうと <laughs> いうのがまあ地位協定の本質なの全部基地方式といって。あそう <laughs> なるほど。<あ>じゃあ、はい、逆に言うと今までなぜもうちょっと遠慮がちな時期もあったじゃないですか。それはどうしてなんですかただこれあの法律上そうなってるからといって、うん、じゃあ使えるかってそうじゃないんですよね。うん、例えばアメリカの 感染が入ってさまざま、うん、な水やなんとか補給しますとなったら見え、うん、だけなゃいけないですやっぱりそこの港で普段そのやってるこの2駅業者であったり、うん、そういう民間業者だったり地元自治体の協力がないと現実的には使えないんですよね。うん、でそこに実際いろんな船が入ってたら、うん、あの誰も手伝ってくれる人がいなかったらできないわけで。うん となると、やっぱり、その、ちゃんと協力を得なければいけない、合意を得なければいけないということで、うん、強引にその、やるってことは、あまりなかったんですけれども、うん、近年は、あの、それこそ、まあ、ここ2021年以降、とりわけ台湾有事っていうことが盛んに言われて、うん、そのために早くこの、えー、それに備えなければいけないんだっていうことで、うんうん あのこのとりわけ沖縄な先島諸島ですか、うん、与那国島であったり石垣島を有事の際に米軍が使えるような体制整備、うん、あのそれは滑走路を拡張しあの長くしたり港湾の深さを深くしたりとかっていう整備もそうですし、うん、そういう民間の港湾労働者の協力であったり自治体の協力であったり、うん、そういうのも急速にそういうのを、まあ、整備しようというふうにアメリカは考えてまして今回の。 エマニュアル大使のこういった与那国とか石垣への訪問っていうのもそういうものを、まあ、切り開いてこうというまあ象徴的な既成、はい、事実を作るっていうこういう感じですかね。でもさ今回だって本来ならば沖縄行って県と県知事と会うっていうのが普通じゃないつまり米 国の大使でしょ。うん、で沖縄にこんだけ米軍基地を置いてあるだったらまず沖縄行くんだったら県知事と会っていろいろなお話をするっていうのが順番じゃないですか。うん、それを突然その米国に行って石垣行ってまああのこの二つのその市長と町長さんは明らかになんていうのかな。 米軍というか、自衛隊にベタベタの人ですよ。二人,人ともね。だそこへまず行くっていうのは、僕は話がすごく順序が逆だっていう気がするんですけど、うん、そんなことありませんか、うん？おっしゃる通りですよね。うん、先ほどお話ありましたけれども、うん、こういった公安であったりっていうのは、県が管理していると人が多いわけですし。あのー、やっぱり、その沖縄県知事を飛び越して、そういった、あのー。 あの、市とかの町の首長に直接、うん、えー、行くっていうのは、あの、やり方としてどうなのかっていうのもありますし、うん、あの、まあ、おそらくおっしゃる通り、与那国町長であったり、志垣、うん、市長っていうのは、その、今、アメリカが進めようとしている南西首都の軍備強化っていうことで、非常に協力的な、うん、あの、スタンスを取っているので、そこに行けば歓迎してもらって、一緒に、<laughs> ね、あの、協力してき合っていきましょうっていう、この、<laughs> う空気をこう醸成するようにっていうことで思惑もあっていくのではないかなっていうふうに思うのとあともう一つは私が見てるのはあのー、これ今年3月にアメリカの議会の中で、うん、アメリカ軍のインド太平洋地域のこの地域をトップである司令官が公聴会で、あのー、話してるんですけれどもこれからその先島諸島での 日米共同訓練を拡大していいきたとこれ南西諸島じゃない南西諸島ってった鹿児島から与那国今広いですけど先島諸島って言ってるんですよねこれ先島っていうと宮古石垣与那国と畠富とは言るですなんでそこで拡大していきたい実はここはかなり慎重にこれまでやってこなかったんですよねむしろ鹿児島の徳之島とか奄美大島町の方でやってたんですけどもここを拡大していくしかも これは私の考えですけれども実はもうすでに与那国駐屯地だったり石垣駐屯地の中では指揮所訓練なんかも日米共同でやってるんですけれどもうん、うん、恐らくアメリカがやりたいやりたいと思ってるのは例えば民間の基地の外での海浜を使った上陸訓練であったり、うん、基地の外にミサイルを展開して訓練とかそういう実践に近いような形での 訓練っていうのをこれからやっていきたいと考えているんじゃないかと。となると、やはり地元の首長の、自治体の。理解協力っていうのは、まあ、不可欠なので。うそういうのを、まあ、直接大使自ら、こういうれ異、異常じゃないですか、大使が。ああのー、ね、わざわざ。わざわざ、そこに足を運んで <laughs>。 そそうそう本当にこれはやっぱり相当こう直接会ってこう、うん、そういうこの合意を得るというか説得をしようっていう、うん、そういう思惑あるんじゃないかなっていうのも。そうですよ、ね、テレヤさんほらあの一部でえっと行動で自衛隊があのあ歩いて行列するような訓練したり時々米軍も基地の外でなんか。 たと歩いいてりしまんそなですかねああいう感じで目につくようになってきたような気がするんけど特に石垣は駐屯地できてから昨年9月にはアメリカの総海船が石垣を使ったりとかですね今年3月には駆逐艦消えたりするんでそういう地ならし的なものっていうのはやっぱりんていうんですか住民が目に慣れてくるような行動っていうのが特に目につくようになってきてるかなと思います。い 新石垣空港で言えば、去年ですね、あのオスプレイが。うん、陸上自衛隊のオスプレイが二回も来たりとかしてたんで。うんうん、やっぱりどんどん軍事化が進んでって、でもそれを。ね、今回の大使が来るよ、たように。よしとして、こう。ありがとうねとか言って、なんか雰囲気作って。いくっていうのに、やっぱり流されちゃいけないなっていう。そう、ね、持山さん、ずっとあっちの方も回ってらっしゃるじゃないですか。地元のその人たちの。こう雰囲気ってどうなんですか。うん、いや、なんか。 でもで、この前も、あの、石垣のミュージシャンの方とか出てもらいましたけど、うん、なかなかやっぱ言い,言いづらいっていうところはあるんじゃないのかなとは思いますね。うん、もう、顔がみ見えるというか、知り合い、ほぼみ,みんなどこかで繋がってる人たちではあるので、何か会るっていうのに対して、 ものすごくハードルが高いっていうのはまず前提としてあると思うんですけど、うん、やっぱ違和感を覚えてたりちょっと怖いなっていうような、うん、あの人たちは一定数いるんだろうなとは思いますね。それをどうやって表明するのかっていうところが難しいのと、ね、でもやっぱ表明してないからじゃあ良かったっていうことは全くないと思うので、うん、そこをどうやってあの、まあ、島の外にいる人たち もお、うん、まあ一緒にというかあるいはで声を上げてやっぱりそういう警鐘を鳴らしていくっていうことをやらないといけないなって思いますね。うんうんうん、そうだね。やっぱさっき言ってらっしゃったけど目に慣れてくるっていうか日常風景になってくるっていうと、うん、だんだん何抵抗感がなくなる。うん、うん、そういうふうなことを考えているのかしら。でしょうね。多分ね。うん、最初ね例えば2013年に あのアメリカの大使でケネディの娘、うん、キャロライン・ケネディが最初に沖縄行ったのはやっぱり沖縄本島ですかねで、うんえー、知事にも会ってるわけでしょあの時、うん、でそういうふうに普通こうなんと段階を踏んでいくのは分かりますけど直接与那国行って糸数町長なんていう人にそ <laughs> うって握手しちゃうんだからそりゃやっぱりびっくりしますよね。うん そうね、で、えー、糸数町長の話が出たので5月3日の憲法記念日でしたっけ <laughs>、うん、に東京であのこの町長が登場してびっくりしたのは「自,自上自爆的首引きから脱却して、えー、国防最前線の島を支えていくんだ」というような決意を表明しておられて「救助を改正して公選権を認めてほしい」と。 一線を交える覚悟。そう、台湾は一番大切な隣国だ。旧宗主国としての。責任を放棄してはならないみたいなことをおっしゃったんですけど。ヘリアさん、この方はどういう方なんでしょうか。そうですね。なぜ、そこまで触れたのかがよくわからない。何を言ってんだろうっていう。あの、町議を何回、何期かなさってるんですよ。町議もやってたみたいですね。元農家、農業。農業でした。はい。 そうかいやど,うどうなのかしらいやこの方のおっしゃっていることをずっと聞いていくとあ、まあ、なんていうか侵略されないように自分で守るんだ頑張らなきゃいけないって言うんだったら、うん、こう米軍の,この軍艦の下に押し込められているというこの事態はどうしたらいいのかってどう思っていらっしゃるのかなって聞いてみたいなっていう気持ちも、うんうん、ここのの人ねあの他のところでだけど の町民がいろいろということに対して。うん、キャンキャンわめいてるって言ってんだよね。で町民がなんか住民がなんか意見を言うと、キャンキャンわめいてるって。そういうこと言います普通。<laughs> なんかやっぱり非常にこう、僕こ何度か、うん、あの。 いいいろんな国島に行かせていただいて、ただ地元の方とかもお話聞いてるんですけど、うん、やっぱりこうどんどんとこう傲慢になっていってると、うん、要は町民の耳に声に耳を傾けなくなってしまってるとでそれはまあなぜかというと、まあ、今回5月3日にこの改憲派の集会に招かれてる井だったりとか会集会です その今の国際的地政学的なアメリカが中国と対抗していくと、うん、その最前線にこう台湾を位置づけてっていう形になる中でそこに協力することでこの与那国の価値みたいな、うん、そのものがアメリカ政府であったり日本政府にとって高まってるっていうのをいわばそのそれが自分がすごいこの徴用されるわけですよ。<laughs> そうね そこに協力してくれる地元の組長がいという中でいろんなすごい東京に行く機会も多いわけですそうなってくるとんかすごい自分が力を持ってしまったかのようなかそういう中でどんどんと地元の本来町長が一番耳を傾けなきゃいけない与那国島の島民の声に耳を傾けなくなってるんではないかなっていうのと。 まあ、あとはあれですよね。あの、表向きはそういう国防ってことを掲げてるけれども、実は、ちょっと前に言ってたのは、今この国,国防その南西諸島の軍事的な価値が高まっていることによって、うん、たくさんそこにお金が政府がつけてると。うん、港の整備、空港の整備に予算をつけると。うん、もうその分取り合戦なんだと。うん、どれだけ、 石垣島とかみんな欲しがってるのを夜中時に引っ張ってくるのかそういう今最大のチャンスなんだってことを露骨におっしゃっていてそういう側面もあるのかなとそこに協力することによって新たなそれこそのキャンキャンっていう話っていうのは氷川っていう沖縄県で一番大きな湿原ですよねそうですねを潰して港にすると大工事ですよでそんなのこれまでお金がつくことはなかったけれども今もしかしたら政府の予算がつくかもしれない あれですよね自衛隊の駐屯地の下の山の下のところですよね、はいえー。でも地元の人はもうずっとそこで生活の場所だったわけですよね。うん、やっぱりその貴重なな浜を壊ししてほしくないと、うんうん、言って地元の自治会があの総会を開いて、うん、やっぱりちゃんとまず説明してもらおうじゃないかと。うん、説明もなしに全部町長がもう一人で決めて <laughs> 一人で政府に要請して進めていってしまうの、うん、それは違うだろうと。うん、ちゃんとまず なんでそれを要請しているのかって説明してほしいってことで説明会の開催を要請して説明会が開かれたんですけれどもその説明会にちょちょ出て終わった後にあのにその説明会し体メディアシャットアウトでやったんですよね。で終わった後にメディアの取材を受ける中でいや結局一部の人が騒いでるだけだとキャンキャン言ってるだけなんだとあのだからそのこれは問題だと思っている人は本当少数なんだみたいなことを言って。 行ったんですよね。なるほどね。あ本当にこう歪んでくるね。うん。うん、しかしそうなると、与那国のまあ与那国にもかあのかあ限らないけれども、うん、そういうどんどん自衛隊が来ちゃうと、島の人たちが島を捨てるっていう話にだんだんなってくるでしょう。確かに人口のうちに自衛隊の人と自衛隊に関連する人 の数割合がどんどん増えてきて、うん、まあ少なくともこう10年20年で考えると全人口の半分とかね、うん、そういう人たちばっかりになるんじゃないかだから最終的には自衛隊と納入業者の島になるんじゃないかっていう人もいる。そんななな状態ににっちゃうのかで、うん、でも、あのー、地元取材行くとですね、うん、本当に あの感じるんですけれども、うん、これは自衛隊に賛成の人も反対の人もこれはそらく共通していてやっぱり中僕も米国すごいドクター・コートーなんかで景色もいいし自然も豊かだし、うん、非常に美しい島だしで島の人もやっぱり愛していてここに住みたい、うん、で場合によってはその戦争が起きて政府が避難しろって言っても自分は残るんだっていう人が結構いらっしゃるんですよね。うんうん だからやっぱりその簡単にそのこういう状況だからあの島を出るっていうふうな感じではないと思うんですけれどもただ現実にこういうふうに緊張が高まって本当にそのここがで戦争が起きかねないっていう状態になったら例えば子供のことを考えたりこう島を出るっていうふうな選択をせざるを得ないような状況になってしまうじゃないですか。だからやっぱり、あのー そういうういいい状況にしなととこはね本当はそういう状況じゃないんだけどそういう状況だぞ、うん、状況だぞってこう煽ってそ、はい、その焦った人が島を捨てるような状態になってしまうっていうこともね本当にそうでまあ本当にいろいろわからないことがありますけれども私思ったのはエマニュエルさんが、まあ、県知事を飛び越してね そのおなんていうかしら協力的な市長さん町長さんとか市長さんに握手しに行くっていうこのやり方は日本政府のやり方ですよね辺野古以来の要、うん、するに文句を言う県知事はもう徹底して無視して最初は辺野古のあの3区の区長さんとか区域にお金を落としてこのまあなんていうかな協力関係を作りで名護市長の選挙で、うん。うん えっとまあ政府寄りの人が市長になったらもう区長さんはどうでもよくなってまた市長さんと手を結んでっていうなんでも徹底的に反対する県知事は無視するっていうそれで通っちゃうんですよっていうことを日本政府が見せてきたっていうのがね全く自分の国の政府なのにと腹立たしい気持ちになりますがえ言いたいこといっぱいありますけどああ 次行きます。<laughs> えっと前から問題になってるんですけど、カデナ基地のパラシュート訓練という降下訓練というのがあります、えー。テリアさん、これっていうのはあの沖縄ではしょっちゅう行われているものなんでしょうか。そうです、ね。あのパラシュート訓練はアメリカ軍がよく行っているんですけれども、あの1996年の鎖国合意でですね、うん、あの家島補助飛行場に移設することが決まったんですね。うんうん なんでかっていうと、やっぱあの、統計があるんですが、あのパラシュート訓練も上から人が降ってくる訓練で、うんでね、やっぱ危険地は危険なんですよね。うん、ところが、それを誤って基地の外に着陸してしまうっていう事態も、あの復帰後数えて38件起こってたりして、うん、かなりやっぱ日常的に訓練、あ沖縄の空手は危ないんで。うん、で どかしてくれっていうことで、家島補助飛行場に移ったはずなのに、例外的措置を認めるっていうことが追加合意されてて、で、5ヶ月連続で、カでナでまた訓練始まっちゃったということなんですね。あの、落下さんって言えばね、なんか響きは優しく聞こえるんですけど、沖縄の人にとってはやっぱ危ない訓練だという認識で、えっとね、1965年にね、読谷村で、 パラシュートをつけたトレーラーに女の子が下敷きになって亡くなっちゃう事件という痛ましい事件もあって、そういった記憶があるからこそ沖縄県民っていうのはずっと反対してるんですけれども、なかなか聞き入れてくれないっていう状況ですね、うん。大、う、体、んうんうん、あの伊予島の訓練場っていうところで本来やるはずだった話ですよね。うん、ところが沖縄あの伊予島のその訓練場が非常になんていうのあの老朽化しちゃって、老朽化して使えないという理屈で。うんはい カデナでまたた始めたわけででしょ、うん、では老朽化したんならまああの強化するっていうことで言えば僕は反対だけどそっちを直せばそっちでやればいいじゃないかって話だよね、うん、はん簡単に言えば伊平、うん、島をその放棄すそこでやるっていう話で始まった話なんだからそっちを勝手に老朽化したからもう使えませんって、うん、そんならそこを日本に戻せよって話じゃないですか。うん、それは多分ちゃんと持ってるわけですから こんななずるいい理屈はないでしょううなで、ねうん、これ布施さんねまああの身も蓋もない言い方をすればまあ今の地位協定の状況の中では安保条約地位協定の状況の中ではまああのアメリカがここを使ってやりたいと言ったらもう使いやとは言えないっていうふうになっちゃうって言っちゃうともうどうしようもないですけどでも一応。 ある時期まで日本は一生懸命交渉してこういうことは合意しようとかこっちにこうそれこそパラシュート訓練の場所についてもこういう合意をしようとかっていうことで合意もしてきたわけじゃないですか。でそれがなぜ公務を守られないのかっていうのはどうしてなんですかね。 まああのー、おっしゃる通り歴史を見れば、うん、た確かに地域協定は変わってないわけですよ。うん、もうできた時から先ほど言った排他的管理権で米軍の活動に対して日本側がこう、うん、か行政権を行使できない日本の法律も適用できないという形になってるけれども、うん、でも昔は今以上にやっぱり問題があった言ってたんですよね。こ、うん、これはやめ,やめるべきだととか,、うん、かそういういもう 近年っていうかもだいぶ長いですけれども、言わなくなってしまった。<laughs> 問題があっても追認ですよね。うん、さっきのあの、これは訓練じゃなくて視察だとか、うん、あのー、 例えば、えー、低空飛行訓練っていうのをアメリカの航空機やるようになった時も、うん、これは基地と基地の間の移動だとか、<laughs> そういう要は、ついになんかこう、あの、ヘリクスで、こう、米軍の活動が問題ないかのように、ついつま合わせするのが日本政府の仕事みたいになっちゃって、うん、本来の国民の安全を守るために、ちゃんともも米軍に対しても言うべきことは言うっていうふうになくなってしまった。うんうん、だからアメリカも余計にですね、 あのもう舐めてしまってるというか、うん、何でも許されるんだと、うん、ふうにあの日本政府は思わせてしまってるんじゃないかなというふうに、うん、あの思うんですねでこのパラシュートの問題でいうと、うんうん これ、沖縄だけの問題ではなくて、うん、近年横田基地でもアメリカはパラシュート訓練をもう頻繁にやるようになっていて、うんうん、でこれも別に日米がね合意したことでも何でもなくてアメリカが勝手に横田をそういうふうに使おうってうに考えてやり始めたんですね。うんうん、で実際にパラシュートが基地の外に学校かどっか,か,かに中学校かどっかに落下したりとかあ,り、ねうん、あとはあのー、なんなんかそういうのが起きてるんですよね、うんうんで。このパラシュート問題だけじゃなくて、例えば、あのー、 えー、アメリカの空母が横須賀にいるじゃないですか。うん、で空母艦載機の、うん、あのー、訓練ってのがあるんですよ。うん、で、ものすごいこれうるさくて。で、これはもう、よ用事島でやりますと。はい。でも、例外的に使えない場合、厚木基地でやりますとかっていう約束だったんだけれども、決めるときはそう例外的でも、もう、もう、向上化して、うん、で、今は岩国に移ったんですけど、うん、もう本当に僕が小さい頃、まだ近いんで、うん、もう夜も関係なく、ものすごい騒音で、 テレビも聞こえなないいいわわ寝られないわっていう状況だったんですよね、うん、だからもう本当にどんなに合意しても一旦もう使提供してしまうとあと、うん、はアメリカはもう自由に使ってしまうっていう状況があるので、うん、やっぱりそこを、あのー、きちっとこれイタリアなんかはあの基地の管理権イタリア側がしっかり握ってるので米側の,の活動に問題があったら介入できるんですよ。はー そういうのはやっぱりちゃんと確立しないと、うん、本当に、あのー、日本もまずいというふうに思ます,すね。はい、イタリアでしたっけあの夜間の訓練だけじゃなくてお昼寝の時間に訓練をするのもなん規制があるっていう<ー>そのぐらいは痛い,いよね。というのになんか喋ってるとどんどんあこの国は一体どこの国なんだっていう気になってきますがこれもうんこれも実は今回だけが問題ではなくても。 私たちあの前の新沖縄通信やっている最初の頃からパラシュートの話は問題になっていて解決は全くついていないといてなととうことが分かります。でえー、それ以外に時間もそろそろなので「えー、浦添の西海岸の埋め立て」っていう全然違う話なんですがこれもまあ考えてみると最後のところ軍港の問題に引っかかるんですが、えー、どういう問題でしょうか えー、あそうですね。あの、那覇軍港の移設に合わせて、うん。うん。るさいの西海岸に軍港を作るんですけれども、そこの、あの、港湾か、一緒に港湾開発をしようということで、うん、物流拠点だったりを置くことに決まってるんですが、その一部の地域に限って、アセスが行われているんですけれども、うん、アセスのパブコメにですね、一部だけじゃなくて、ちゃんと軍港も含めた、あの、地図出てますけれども、うん、全体を、 含めたアセスをしないと意味がないんじゃないかっていう意見が多数占めてて、うん、そのそ,そういう意味では埋め立て反対だという6割も占めちゃったということです。うん、あのえっ、ー、と右側地図の右側にちょっとグリーンがかかってる部分で、はい、自然的環境を保全する区域って書いてあります。うん、そ,そ,そこカーミージって呼ばれてて、あの住民の方が日頃からあ,<ー>あの生活に使っているところでこの写真の、はい、もうその 海の中なんですけれども、えー、そういう綺麗な珊瑚礁が広がっている区域のすぐそばに軍港ができちゃうもんですから、うん、やっぱ感情的にはね、ちゃんとあのアセスできるのかと、守れていけるのかっていうのが不安がやっぱ大きいわけなんですね。うんうん、ただ、あの、物流拠点の開発のセットになっちゃってるもんですから、うん、経済振興的にはまた必要なんじゃないかっていう声もあったりして、うんで、那覇軍港は那覇軍港で、まあ、一番いい場所にあるんで、やっぱどかさないといけないよねっていう。 のがあるんで、まあ苦渋の決断でそういうことができちゃってるんですけれども。まだやっぱ。反対の意見も多いというところですね。うん、こうやって海岸って夕日が綺麗なところです。あ、そうです。うん、あのう、サンセットが綺麗なところですね、うん。というような問題もあります。うん、で、これは。えっと、県知事の立場はどうなってるんですか。か県知事は一応移設賛成というか、容認というか。要するに軍港を。 をどかします。あ、どかすっていうことに主眼があるそうたんですかね。浦添市はその経済開発をセットになってるんで、じゃ受け入れましょう沖縄県と那覇市と浦添市が合意してできたあの案なんですね。はい、案ですね。なんだけど、まあちょっと問題が残っていますということでした。高さん行ったことある？ありますよ。どんな感じでしょ？綺麗なところですよ。この写真通りのもうあの。 沖縄本島っていうのは正直言うとあまりこういうところ残ってないんですよね。どんどん埋め立てとかなんかであのなくなっちゃってもう本当にあのこういう綺麗なサンゴなんか見られるところってもう数えるぐらいしかないんじゃないですか本島に限れば。僕はもう行けば必ず泳湯に行きますけどそうだね僕が行くところももう2か所ぐらいしか。 本当ではないですね。それはそれは残念です。はい、えー。で、三宅さんがいたら冒頭でやろうかと思っていましたが、<laughs> ハーリーの季節です、うん。三宅さんの高校が優勝したんです。そうなんだ、そうなんですって。で、どうですか、テリアさん。ちょっと説明してあげてください。<laughs> えーと、マナハハーリーという。 ハーリー自体をですね、あの、旧暦の5月5日に、豊漁を祈って各地域の港でやる、あの、まあ、お祭りというか、うん、イベントなんですけれども、で、それを集約して、集約というか、一番大きなイベントにしたのがナハ,ハーリーで、これは新暦の5月5日にやるんですね。で、3, 3日、4日、5日と3日間にかけて渡って、あの、熱戦が繰り広げられるんですがそれは、あの、職域対抗だとか、地域対抗だとか、 あるんですけどもあ中学校の大抗だとかで今回高校の部が新たに新設されまして<ー>そこで初代王者に三宅さんが通ってた那覇国際高校が優勝したということですね<ー>一緒にお祝いしたかったなと <laughs> 本当ですね、はい、まあ今度また三上千恵さんの映画の戦、ね「戦ふむあれでも与那国島のハリーが非常に重要な映画の部分を占めてましたね。 あと一個だけ<あ>え真、ー、澄、ま、さんはいあのちょっといい判決が出たじゃないですかごめんなさいこれを本当は冒頭にやってもよかったんですけれどもまあ沖縄の辺野古に関してはもう判決って負け続けのような状態で今まで来ましたそれが5月の15日に福岡高等裁判所那覇支部で 画期的なことになるかもしれなない入り口になる判決が出ましたで,、えー、これがですねどうせご説明したらよいのかあの一応辺野古の住民に原告的確何のこっちゃと思われるかもしれませんが、えー、皆さんあの沖縄に関しては特に辺野古に関してはものすごくたくさん訴訟があるんで。 どれの話かと思われるかもしれません。えっと、2013年に、あの、中山知事がですね、国の、その、埋め立て承認申請を承認した。承認したっていうところが、そもそもいろんなものの出発点でした。で、これについて、小長さんが当選した後、承認を取り消し。でも、取り消しじゃダメだっていうことになって、えー、っと、今度は、承認を撤回するということを2018年に、 行いましたでここから国とものすごく全面対決になったんですが、国の方は、あ皆さんよくご存知の通り、り、国も詩人だというふうにおっしゃって、この承認の撤回の処分について、行政不服審査制度というのを無理無理利用してですね、えー、これをひっくり返したわけです。で、国がこの県知事がやった承認の撤回がおかしいぞということを、 国がですよ防衛省が、えー、国交大臣に審査請求をする同じ政府の中じゃないなんだけどこういうことをしたわけです。で行政法学者はほぼ全員「なんじゃこんなことできないだろう」うっていうふうに言ってたんですけどこれを無理やり通しましてで、えー、これを承認撤回を取り消すという採決を大臣がしたんです。 で、これに関しては皆さんご承知の通り、県の方がずっと戦ってきたんですけど、最終的に最高裁で負けてしまいました。で、今回出た裁判の判決っていうのは、この県の方じゃなくて、住民の人たちが国を相手に国交大臣がこの採決を取り消したのはおかしいじゃないかと、撤回の効力はあるんだっていうことを求めて提訴をしたっていう裁判なんです。だから県じゃなくて住民の人がやったのね。で、 これも紆余曲折あったんですけれども22年に那覇地裁で住民が排除する判決が出ました流れからすると当然かと思われるかもしれませんが要するに住民には原告的確がない要するに訴え出る資格がないぞっていうふうに理由で門前払いだから承認の撤回が正しいかどうかとかってそういう中身の問題には入らずに門前払いしちゃったんです でこの時はあの全国から原告というよりも地域で4人,だ4人その周辺の人たちがいたんですけれどもこの人たちについても原告的確がないということで判決が出たんですがこの度の,あの判決はこれについて、えー、高等裁判所が住民にには原告的確があるというふうふそれで、えー、それはどういうことかっていうとこの人たちには訴え出る権利があるんだから あの裁判所の方で、えー、本当にこの承認の撤回をこの採決で取り消したっていうことが違法かどうかについて中身に入って審査しろというふうに言って地裁に差し戻しまし戻、えー、まで、あ、この後ですが国が上告するかあるいはその後地裁に戻ったとしては、まあ、原告的確はあるよあなたたち訴えている権利はあるよ だけど中身について審理したらあの理由がないことが分かったので棄却するってこうなる可能性もあるので予断、えー、は許しませんが今までの長い長いもう苦労の多いさまざまな不服申し立ての中で初めて実態のところに入りそうな雰囲気になってきたなっていうところが画期的でした。うん、ということで、えー、っとなんだけどまあ,あの、えー、っと証人の撤回を。 撤回を取り消したのがどうかっていう争点には一人でも原告がいれば入れるので実質的な検討がされるといいなとちゃんとあのできればいいなと思います。工事はは止まりまりせんけけどこれだけでは、えー、ということで今後も期待したいと思います。 すいませんどんどん長くなってますが最後にいつもの沖縄の本の紹介をしていただいて <laughs> はい、えー、と今日はこういう本です沖縄県知事島田明と沖縄戦という本ですね、えー、これはあの川光明さんという人とそれから林博文さんというお二人の著書なんですがあのこれどういう本かというとあの最後の沖縄のあ戦前の、ね、最後の えー、沖縄県知事島田明という人が映画になりました、うん、映画になって生きろというねでこの人はその死ぬなととにかく生き延びろということを言ってくれたおかげで、えー、たくさんの沖縄の人たちが命を失わずに済んだんですよというこう美談になってるわけですよ島田さんっていうのは感染知事なのねそう感染知事です、うん、で実はこの島田さんっていうのはずっと 警察畑を歩いてきた人で、うん、特,に特攻特別高等警察で、ねうん、特攻なんかもやってる人で、うん、本当かい,いなと思った<の>生きろと言って、うん、沖縄県民を作ったという話の流れになっているのは本当か、うん、本当かっていうふうに疑問を持った のはこのお二人なわけですね。で、一生懸命そ調べていくと、うん、どうもね、これがこんなふうに持ち上げられるのは、教科書の問題じゃないかと。つまり、教科書で、ーあの、育法者とか、うん、それから最近では、あの、令和書籍っていう、うん、武田何がしさんがやってる、こういうところでこ、この人を持ち上げて、うん、日本人の中にもこういう素晴らしい人たちがいたんだと。 いうことを一生懸命持ち上げて英雄視する。だから日本って素晴らしい国なんだ、<laughs> 愛国主義だっていうふうにこう持ってきかねない、えー、状況があるんじゃないかということで本当かいなとそれこそ一生懸命調べるわけですよ。うん、そうするとどうもそれがおかしいんじゃないかと。どういうところがおかしい。例えばあのこの人が、えー、一生懸命言って最後に議論と言っただけど本当はね。 そうではないんじゃないかと、えー、ちょっと待ってくださいね、えー、とにかく最後まで戦えっていうことを一生懸命言ってるんですね実はあ、4月27日のあの45年のですよ、えー、戦争が終わるちょっと前までは毎月のように犠牲者も出ているがこれは、えー、誰のためか暴虐な米中のためである、えー、米中というのは えー、アメリカの獣ですねで我々は本当の意味で敵外心を燃やし米兵と顔を合わす時が来たら必ず撃ち殺せというふうに言ってるんですそれってその年の4月の1日から本当に米軍が上陸してきた、ねうんうん、だからその直後ですね,直後ね、うん、こういうことを言ってるんですでもし敵に捕まれば最後には殺されると敵は男も女もみんな殺してきた。 竹槍はクワを使ってでもえ兵を殺せと。でそれ以外に生きる道はないというふうにも言ってるんです実は。うん、だけど本当は例えばあの5月ぐらいから、えー、やっとようやく周りの者に対して生きるようにという説得を始めるんだと。うん、でどうもそれはね自分が知事として行ってきたことが県民たちの家族を引き裂き あまりにも多くの県民の命を奪うことになった事実に気が付き驚愕したのかもしれないというこの著者はそういうふうに考えてるんですけどつまりずっと戦い殺せって言ってきた人たちが急に言ってきた人が急にじゃあなんとかえ生きろということはやっぱりどっかに矛盾があるんじゃないか。つまり 自分のこう言ってきたことによってたくさんの人が死んだことに対する後悔の念がそう言わせたんじゃないかというようなそれをたくさんのこう資料をもとにねこういうことをこう書いてるんですね。なるほどね、うん、だから本当に、うん この書いてる人が正しいか、それから、あの、生きろって映画ですよね、うん。あの、佐古さんがあお作りになった映画、うん。そっちのどっちが正しいか、僕にはすぐには判断できませんけど、ただここにはものすごいたくさんの資料が載ってるので、えちょっと僕はこっちに傾いてるわけですよね <laughs>。<laughs> <laughs> なるほど。うん、で、これ面白いのは、実は、 沖縄タイムス社が出してる本なんです。うん、で、実は沖縄タイムスと、せっかくエディーキシンポユースに、まあ。まあの、ねね、一生懸命、地元市、うん、頑張ってる地元市が。実は、この生きろっていう映画の、その協力。会社になってるわけですよ。うんうん、だから、その映画の内容と、この本の内容は。 るっきり反対がなってるけど、それを沖縄タイムス社から出すっていうのは、沖縄タイムスすごいじゃん <laughs> 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 と思いましたけどね、うん。で、そういう意味ではあの、非常に面白いですあの。面白いって言い方変だけど、あの鉄血勤労体の話とか、うん、それからそういうそのスパイ、うんね、沖縄スパイ戦士ってありましたけど、うん、そういう話とか、全部出てきますんで、とてもあの、で、 非常に優しいというかあの平易な言葉で書かれてますんであの沖縄のもう一つの側面ということでぜひあの読んでいただきたいなというふうに思います沖縄タイムズ社に言えば、えー、本体1,500円プラス税ということで、はい、ありがとうございます<笑><笑>ぜひ <laughs> あのお買いな求めになっていただきたいと思います。やっぱ人を評価すするって難しい、ね、難ししいいねねで もう一人ねこの一緒にやった新井という警察署長が出てくるんですね、うん、でこの人の話もこの中にすごくこの人も警察なんですよだから警察官僚内務省ですからね島田明っていう人で内務省っていうのはまあ言ってみれば警察官僚の元締めですよね、まあ、特攻警察なんかの元締めだから。うん そんなあの生きろ生きろっていう本当かしらっていうそういうところの疑問みたいなのがねよくわかりますなるほどということで皆様よろしかったらぜひ読んでいただきたいと思います、えー、ちょっと長時間ありがとうございました、えー、次回は必ず 三宅さんが戻ってきますので、えー、<laughs> ご覧いただきたいと思います。今日は本当勉強になりました。福生さんありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。